この際、岡本あき子さんから関連質疑の申し出があります。石川さんの持ち時間の範囲内でこれを許します。岡本あき子さん。立憲民主党無所属の岡本あき子でございます。仙台の宮城第1区で委員長と同じ宮城県でございます。最初に東日本大震災からの復興について伺いますので、ぜひ小野寺委員長、被災地に寄り添った形で進行をお取り計らいいただければと思います。先週、東京電力の福島第一原発で残念な事故が起きました。すみません、ちょっと質問の順番を変えております。アルプス処理で配管洗浄の5人の作業員のうち、全身に廃液を浴びるなど、2人が汚染レベルの基準を超え入院、他に2人身体汚染があったと東京電力から公表がありました。現在は退院して経過観察中と伺っておりますが、改めて体と心の回復を願うばかりでございます。これあってはならないことが起きたと思っています。改めてこの現場で処理の仕事に頑張ってくださっている方々、この方々の現場でなぜこんなことが起きたのか、この原因についてまず求めたいと思います。経済産業大臣西村康稔君。ご指摘の事案の件ですけれども、10月25日に福島第一原発のアルプス建屋で、これ浄化アルプスの処理をする前のいわゆる汚染水ですね、これを移管する配管の清掃洗浄作業中にですね、その洗浄水、こう洗っておった洗浄水が、いわゆるそのホースが暴れたような状況になって浴びたということで報告を受けております。そしていわゆるタイベックっていうスーツは着てたんですけれども、これ染み込むもんですから、本当はカッパのようなものを着てなきゃいけなかったのが着てなかったということで、何か法令に違反しているわけではないんですが、この洗浄作業の計画の中では、カッパを着るということになっておったのが着てなかったということで報告を受けております。このため染み込んだことによって被爆をしたということで、その後一人の方は、その第一原発から出る基準を超えてたもんですから入院移送されて入院をしましたけれども、現時点で2人の方ですね、そして浴びた4人の方、全体で4人の方おられますが、いずれも健康状態に何か今の時点で特段の異常はないという報告を受けております。ただこうしたことが起きましたので、再発防止に向けて経産省から東京電力に対しては、作業員の安全も含めて廃炉作業におけるこの安全確保に万全を期すようにですね、指導したところであります。IAEA のチェックも随時受けておりまして、IAEA ちょうどレビューのために来ておりましたので、調査団が来ておりましたので、IAEA にも報告をし、そして今後もですね、しっかりとレビュー、いわゆるチェックを受けながら、安全確保に万全を期していきたいというふうに考えております。岡本あき子さん。はい、ちょっと通告をしていないんですが、復興大臣にもお聞きをしたいと思います。これ土屋復興大臣、この情報を知ったのはいつでしょうか。もし分かりましたらお答えください。復興大臣土屋品子さん。その件につきましては報道で知った次第でございます。岡本あき子さん。私ですね、私もずっと復興委員会、特別委員会所属しておりますが、復興庁の役割というのが、ちょっと非常にこの年が重なるにつれて、曖昧になってきていると思うんです。これ、アルプス処理水の安全に処理する、これは復興の大きなテーマなんです。これを復興庁が直接経産省から聞くこともなく、東電から聞くこともなく、報道で知るというこの仕組み自体、非常に問題だと思うんですが、総理、これはどうお考えになりますか。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、私自身は秘書官からこの事案、報告を受けましたが、
おっしゃるように関係省庁の連携意思疎通、これは重要なことです。ご指摘の点がないかどうか、今一度よく点検をさせたいと思います。はい、岡本あき子さん、はい。ぜひお願いしたいと思います。ぜひ復興大臣の10月7日に福島第一原発視察をされていらっしゃいますよね。まさにそれの2週間後というか、半月後にこの事故が起きております。で、視察をされた際には、安全の確実性を説明を受けて、ご納得されていらっしゃるんですよね、記者会見を拝見しますと。この半月後に起きているのは、非常に遺憾だということは、本当は復興庁挙げて、復興大臣がまず発信をしていただきたいと思うんです。ぜひこれ、経産省の問題とか、あるいは昨日、G7 で貿易大臣会合で、中国の輸入規制を受けての、ぜひこれを撤廃するようにという強い意思もせっかく出しているのに、この復興に関わる作業の安全性がちょっとでも揺らいだら、やっぱり復興に大きな影響を与える、この点はやはり他の省庁からしても、復興庁が一つ全体を見渡す仕事をするべきだと思うんです。改めてこの2週間後に起きてしまった、安全性を確認された2週間後に起きてしまったこの事実に対して、ぜひ復興大臣から一言いただければと思います。復興大臣土屋品子さん。お答えいたします。視察に行ってアルプス処理の、状況をしっかり見極めまして、大変きめ細かく安全対策をして、行っているということを確認した次第でございますけれども、その2週間後、私はその報道を見まして、大変ショックを受けました。そして、私ども復興庁は司令塔でございますので、復興庁の中でしっかりとこういう情報は、いろいろな省庁と連携をしながら、行くべきだ。ということで、反省をしたところでございまして、これからしっかりと司令塔としての機能を果たしていきたいと思っております。岡本あき子さん。はい、復興庁が司令塔だということを改めて共有をさせていただければと思います。やはりちょっと残念ながら復興大臣、大臣に就任される前まではあまりちょっと被災地に足を運ばれる機会はあまりなかったようにお聞きをしておりますので、ぜひ頻繁に被災地に足を運んでいただきたいと思いますし、やはり説明を受けたから安全だとか確実だということではなく、リアルタイムの情報をしっかり共有をしていただきたいと思います。重ねてになりますが、やはりこの事故の問題がまず省庁の中で共有をされる前に、されることなくの報道から入る、でしかもですね、今回これ、報道に載ったのは、多分マスコミに公表されたのは、事故が起きてから多分9時間後ぐらいなんですね。で、救急車が敷地から外に出て初めてマスコミ等にお知らせすると、27日の東電の記者会見で、東電がおっしゃっておりました。このあり方も非常に問題だと言わざるを得ません。放射汚染レベル の基準値を超えた事故が起きている、しかも2013年にも同じように、この防護服って放射線の防護はするけど、防水ではないという基本的なところから、やはり防水対策を講じていなかった方が、放射能を浴びて搬送されるという事故が起きていて、これ、再発防止じゃなくて、もう2回起きているということは、改めて総理も、復興大臣も、そして関係省庁も、復興庁が司令塔なんだという位置づけを改めて確認していただければと思います。さて、処理水の海洋放出が始まってから、輸入規制、中国、香港、マカオ、そして今回、ロシア。で、昨日は G7 で貿易大臣会合で明確な共同表明が、声明が出されたこと、これは大変評価をしたいと思います。ただ一方でですね、タイやマレーシアも処理水放出前の放出を決めた後ですね、
要は検査をするよという体制に変わっております。放射能処理水排出前の対応で十分できるんだという発信はぜひしていただきたいと思います。この点をお答えください。経済産業大臣、西村康稔君。対外的にもですね、さまざまな、ツールを使いながら丁寧にこの安全性については説明をしてきておりますし、これこそ関係省庁、特に農水省、宮下大臣とも連携しながらですね、海外のそうした対応についても丁寧に説明し、安全性が確保されているということを今後もですね、しっかりと説明してまいりたいと。そしてまさに今回も必要以上の規制は、撤廃求めるということで今回 G7 でも合意がなされておりますので、そうした姿勢で関係各国の協力も得ながらですね、対応を進めていきたいというふうに考えております。岡本明子さん、よろしくお願いいたします。次に、私立憲民主党の子ども若者応援本部の事務局長を務めております。子ども若者政策について伺います。私自身はずっとチルドレンファースト、子ども若者政策をライフワークにして、子ども若者が明日に希望が持てる社会を作るために政治に取り組ませていただいております。2022年生まれは77万747人、合計特殊出生率は 1.26 年、7年連続で最低を記録しております。これはカップルになり、あるいは結婚して子どもを持つこと自体を拒否しているような社会になってきたんではないかという危機感を私は持っています。子育て罰という言葉があるように、日本で安心して結婚、子育てできると思えない意思が現れているんじゃないかと思います。パネル、それから資料をご覧ください。重要な一つがですね、これ実質賃金と婚姻率、これを資料でグラフ化させていただきました。実質賃金が下がると婚姻率が見事に下がっていく相関関係が明確にこれ現れているんです。で、実質賃金はどうなっているかと言いますと、もう一つのパネルでいきますと、ずっと実質賃金指数下がっております。じゃあ、元に戻して。なので、これがやっぱり喫緊の課題だと私は考えています。総理の次元の異なる少子化政策、少子化対策とおっしゃっていました、今年の1月の施政方針です。最近この言葉が消えております。あるいは令和版所得倍増ということも総裁選含めてありましたが、これが消えております。総理自身、子ども・子育て政策は待ったなし、先送りが許されないとおっしゃっていた、しかも2030年までがラストチャンス、だからこそ特に3カ年が重要なんだとおっしゃっていたと思います。で、この3カ年の一番が、実は児童手当給付、若者の所得を増やすプランなんですね。で、児童手当を増やすよと言っているんですけれども、前倒ししても来年の暮れだと、加速化3カ年と言ってる割に、やはり遅いんじゃないでしょうか。私たち立憲民主党はですね、次のパネル、緊急前倒しプランとして、すでに提言をしています。児童手当の拡充、それから給食費の無償化、奨学金の返済、これ、今まで各委員が予算委員会でずっと指摘をしております。また、非正規の、賃金格差、それから障害、介護、こういうエッセンシャルワークの処遇改善、これもずっと私たち一貫して予算委員会で求めております。前倒して、年内からでもやるべきことやるべきだと思いますが、なんで児童手当、来年、前倒して来年の暮れなんでしょうか、遅すぎませんか。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、若年人口が急増する2030年代までが、少子化傾向を反転させる、ラストチャンスであると申し上げてきました。スピード感についてご指摘がありましたが、児童手当 の抜本的拡充については、来年10月から実施 し, し、
再来年2月の支払い開始を念頭に検討を進めていたところでしたが、児童手当の支払い月を各月の年6回とする法改正を合わせて行い、拡充後の初回支給を来年12月に前倒しする、こうしたことを今般の総合経済対策に盛り込むことといたしました。それが遅いというご指摘があったわけですが、今般行うこととした定額減税は、高校生や児童手当制度の現行の所得制限外の子どもも含めて行われることになります。これは実質的に児童手当の抜本的拡充をさらに前倒しする効果も持つものであると考えています。それと合わせて、子ども政策については、子ども誰でも通園制度に向けた試行的事業の前倒し、また子どもの貧困対策、虐待防止に向けた対応、こうしたものの前倒しなど、可能な限り取り組みをこの前倒しで行っていきたいと考えております。岡本あき子さん。はい、総理 その加速化プランの一番最初に載っているのが、児童手当なんです。で、再来年やるよと言ってるのを、来年の暮れには振り込めるようにする、これ、3か年の加速化プラン、もう1月に異次元の、次元の異なる少子化対策っておっしゃってから、もう3か年考えると、もう10か月過ぎちゃってるんです。そこからまたさらに1年、これ、3か年の加速と言えますか。私たちは優先順位はそこじゃないと言っている所得税の減税、これ、来年の6月にやれるようなお話されてますよね。なぜ児童手当は1年もかけなきゃいけないんですか。私はもう少なくとも年内、あるいは来年の4月にはやっていただきたいと思います。ぜひお答えください。国務大臣、加藤鮎子さん。ごめんなさい。総理、お答えください。所管大臣ですから、まずお答えください。いや、総理、お答えください。まず所管大臣に短く。いや、総理、先ほど答弁いただいたのの、もう一回なので。どうぞ。今般の児童手当の抜本的拡充に向けましては、来年の通常国会に改正法案を提出できるよう、現在、地方自治体のご意見を伺いながら、実務の詳細を整理しているところであること、また自治体ごとの支給システムを改修する必要があり、開発から導入までに自治体にもよりますが、一般的には9ヶ月程度要すると見込まれていること。から拡充分の支給をさらに早期にすることは困難であると考えております。岡本あき子君。先ほど逢坂委員は、減税のシステム、自治体も大混乱、こんな中でやるのかという質問されました。今回、自治体が大変だからやれないという答弁です。総理、おかしくないですか。で、もう一つですね、給付と組み合わせて複雑なシステムにしてるからこそ、かえってシステムが難しくなるんだと思うんです。立憲民主党は1万5千円、全員にという、ごくごくシンプルな中身です。こちらの方が早くやれると思いません。この速さというところにこだわることこそ、先ほどの実質賃金と婚姻率じゃないですけど、もう今、危機的な状況になっている、ここに決断、実行が必要なんじゃないでしょうか。内閣総理大臣、岸田文雄君。児童手当については、今、加藤大臣から答弁がありましたように、法改正、そしてシステムの改修等の手続きからして、できるだけ前倒しにしようとしておりますが、ご指摘のスタート時期になるということであります。だからこそ、先ほど申し上げたように、今回の定額減税、高校生やこの児童手当制度の現行の所得制限外の子どもも含めて行われるということから、実質的に児童手当の抜本的拡充をさらに前倒しする効果もある、こういったことから、こうした所得減税の取り組みも進めていきたい、このように思っています。そしてスピード感ということをおっしゃいましたが、スピード感ということにおいては、最も厳しい状況に置かれている低所得者層の方々に対して、今年の夏からすでに、重点支援地方交付金の低所得世帯枠を利用して、給付を始めております。
その今行っている給付に上乗せするというのが最もスピード感のある対応であるという判断に基づいて給付を用意しているところであります。それと合わせて先ほど申し上げました児童手当に対するこの前実質的な前倒し効果もあるこの定額減税実行していきたいと考えております。岡本明子さん。はい、ですね、今年の1月にはもう異次元の少子化と少子化対策をとおっしゃってました。で、児童手当ももう6月の時には未来戦略方針で出ております。なぜ今から1年もかかるのか、そこが私には全く分かりません。減税の仕組みは半年でできるとおっしゃるんですよね、システム。私はこの、減税に関しても、増税隠しじゃないかと言わざるを得ないところがあります。そのためにもうすぐにでもとおっしゃるんですが、子どもに関してはすぐにできないというこのお答えには納得できません。まだ、あと次にマイナンバーカードについて伺います。マイナンバーカード総点検をされるとおっしゃっていますが、実は1700超えの自治体のうち 4,500 しか調べてないんじゃないかという報道がありますが、これ総点検なんでしょうか。デジタル大臣お答えください。デジタル大臣河野太郎君。はい、マイナンバーを紐付けをしているすべての機関について実態を調査しております。マイナンバーを紐付ける際にマイナンバーと確認書類を提出をしていただいている、あるいはマイナンバーが提出されなかったときに住所氏名生年月日性別4情報を確実に当てている、こういうところは、紐付け誤りが起こる余地がございませんから対象から外しております。その結果332の自治体と1つの労基署が、データの確認対象ということになりました。また同時に各省庁の省令を変更していただいて、今後マイナンバーを紐付ける際にはマイナンバーを確実に提出をしていただく、何らかの理由でマイナンバーの提出がなかった場合には氏名、住所、生年月日、性別、4情報を確実に当てる、それができない場合には本人を確認するまで紐付けをしないというルールにいたしましたので、今後紐付けの誤りが起きる可能性というのは劇的に減少することになります。岡本明子さん。はい、これはやっぱり総点検とは言わないと思います。で、しかも保険の 窓口負担、自己負担率と9月末で5695件、この負担率が間違ってたということも新たに出てきております。今回で終わりではなくて、しっかりと最後まで点検をしていくんだ、この姿勢を示すべきだと思います。もう一つ、マイナポイント、これ総務ですね、マイナポイントですが、結局9月末で申請終わりましたけれども、7556万人申請で、保険証公金口座の受け取りは伸び悩み、人口でいくと半分ぐらいにとどまっております。結局 1.8 兆円用意したんですが、相当余るんじゃないでしょうか。この金額お示しください。総務大臣。総務大臣鈴木淳司君。マイナポイントの申し込みを行った人数をですね、申し込みの手続き上直接集計することはできませんけれども、概算で集計しますとおよそ1500万人程度と考えられます。また付与額は今後の補助事業者の実績報告と精算を経て確定しますけれども、申し込み期限までの各施策のポイント申し込み人数に基づき一定の仮定のもとで試算しますと付与額はおよそ5000億円と見込まれます。なお、この予算は、マイナポイント事業を実施することを目的して、令和3年度補正予算を令和5年度に繰り返して繰り越しておりますので、制度上繰り越した目的以外の事業のためには執行できないことになっております。以上です。岡本明子さん。総務省の予算ですので目的外使用はできないというのは分かりますけれども、これ2年繰り越してるんです。2年 1.8 兆円の大方をずっと寝かせておいて、結果5000億円余す。本来だったら私、これ、子ども若者予算にしっかり使えるお金だったんじゃないかと思わざるを得ません。こういう点も、お金で
こうポイントカードの申請をするようなやり方には賛同できません。本来であればマイナ保険証のメリットというのをもっと患者さんが享受できる仕組みになるべきだと思いますが、今現在マイナ保険証を使っているのが 5% 弱で、クリニックでこれマイナ保険証のもとを使っているクリニックというのが逆にまだまだ少ないんじゃないかと思いますが、これの件数分かったらお示しください。どなたになりますか。厚労大臣ですよね。厚生労働大臣武見敬三君。政府委員、失礼しました。厚生労働省保健局長井原和人君。お答えいたします。先生のご質問は、クリニックでどのくらい使っているかということだと思います。この4月にオンライン資格確認を保健医療機関義務化いたしまして、で、9月の末までに頑張ってやっていただくということで、で確かもう 90% 台後半まで運用を開始しているというふうに承知してございます。岡本あき子さん。はい、ちょっとレクでヒアリングをしたときは、運用は開始しているけど、実際に使って診療しているのは 3% 程度だと。私は聞いて、もし間違っていたら、後ほど訂正をさせていただきます。結局、医療がそういうより良い医療を提供できない状態で、保険証だけ使えというのは無理があるということを強く指摘して質問を終わります。ありがとうございました。